ーチコ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 ーチなぜコーチなの。フォーティアン PX コーチ、コーチ駅から行ってみよう。41PX としてはやっぱりこう悲願の西日本進出なんですよね。西日本進出ということを言った時に大阪、神戸、高知みたいな感じだったじゃないですか。はい、私の地元がここ、うん、高知県でして。あなた高知生まれ。そうなんです、高知県高知市ということで。あなたずいぶん長い間東京で修行をね。そうなんです。あの女優さんとか忍者とかOPS さんの、そうですね、スタッフもやってました。スタッフとかやったりとか OTO で修行して、はい、ね、フレンドリーさと笑顔で磨きをかけたあなたが、はい、故郷に錦を飾るのね。そうなんです。おまけをつけて、おまけをつけて、お二人はもしかして目音つがい、目音でつがいです。あってます。ご結婚を機に奥さんの地元に帰り、ここで一旗あげようと、はい、大した理由じゃないんですごめんなさい。ポーチ、多分世界的に見てもこんなに若い女性が店長のミリタリーショップっていうのはないと思うんですよ。ポーチ、このお店実は売り場面積としては41グループの中で一番大きいとしてた。言っちゃえば地方だからこじんまりしたお店にあのちょいちょいとこうなんかいい、あの売れ筋だけ置いとけばいいと思ったら大間違いで、はい、むちゃくちゃ品揃えが豊富というか。そうですね、映せないのが申し訳ないぐらい豊富ですね、はい、10メートルレンジ、そして MET、はい、G&G 電子タレクシーと秋葉原など同じものがなんと四国初上陸。コーチ、まだ全然サバイバルゲームっていうのがすごく流行っている土地っていうわけではないんですよね。サバゲーっていうのはやっぱりこういろんな方が、ちっちゃい子でもお年寄りでも男の子でも女の子でもみんな楽しめるライフスタイルの一つだと思っているので、皆さんが楽しめるようなお店に、ワクワクできるお店にしていきたいと思ってます。ワクワクね、はい、はい、大事ワクワク、大事ワクワクよ。 41PX コーチ2人で頑張ってまいりますので、ぜひ遊びに来てくださいね。待ってます。待ってます。